ボーフォート公爵は、イングランド貴族の公爵位。第三代サマセット公ヘンリー・ボーフォートの被着室し、チャールズ・サマセットが1514年に除された、ウスター伯爵位を前身とする。五代ウスター伯ヘンリー・サマセットの代の1642年に、ウスター公爵位を与えられ、三代ウスター公、ヘンリー・サマセットの代の1682年に、ボーフォート公爵位を与えられた。 依頼動向爵位はその子孫によって継承され、現在に至っている。2019年現在の当主は、第12代ボーフォート校ヘンリー・サマセットである。グロスタシャーバドミントンにある、自定バドミントンハウスをバックに立つ、第10代ボーフォート校ヘンリー・サマセット。ランカスター公ジョン・オブ・ゴーンとの子孫である、第3代サマセット校ヘンリー・ボーフォートは1464年に、 ヘクサムの戦いの敗北により処刑され、ついでその弟の第四代サマセット公エドムンド・ボーフォートも1471年のテュークスベリーの戦いの敗北で処刑され、サマセット公爵家の相続人は途絶えた。しかし、第三代サマセット公には非着室師、チャールズ・サマセットがあった。彼は非着室師であるため、サマセット公爵くらいの相続権はなかったが、 ヘンリー七世のまたいとこに当たるという関係から1514年2月1日に新たにイングランド貴族爵位ウスター伯爵を与えられた。その子である2代ウスター伯ヘンリーはウスター伯爵位継承前の1512年3月21日に母エリザベスから第4代ハーバート男爵を継承している。3代ウスター伯ウィリアムは初代サマセット公エドワード・シー・マーや 第四代ノーフォーク公、トマス・ハワードが退逆罪に問われた裁判に関与し、とりわけ、サマセット公の裁判においては有罪を主張する、最右翼だった。四代ウスター博エドワードは、ジェームズ一世からセバーン側の渡航量徴収権を獲得しており、この権利は20世紀まで続いた。五代ウスター博ヘンリーは1642年3月2日に、 イングランド貴族爵位ウスター公爵に除せられた。二代ウスター公エドワードは1645年にグラモーガン伯爵に除された。加えて従属爵位としてグロスモント氏爵もしくはモンマス州におけるカルデコート城の防法と男爵あるいはその両方を与えられた。彼はさらに1660年の王政復古の際、 先祖のサマセット公爵くらいの復権を受けることを狙ったが、シーモア家もサマセット公爵くらいの復権運動を行った。結局チャールズ2世は、シーモア家のハートフォード公爵、ウィリアム・シーモアにサマセット公爵被復権を認め、2代ウスター公の主張は通らなかった。3代ウスター公ヘンリーは、1682年12月2日に先祖の生に由来する。 イングランド貴族社位暴法と公爵が与えられた。これが暴法と公爵家の始まりとなった。彼は就職前には庶民院議員であり、王政復古の際に王党派として活躍した。以降もスチュアート長子時の王党派として行動し、トーリー党の代表的政治家となった。名誉革命の際にもジェームズ2世敗位、ウィリアム三世の即位に断固反対した。 また彼は、グロスタ社。三代某法とヘンリーは、第三代スカダモー死爵ジェームズスカダモーの娘フランセスと結婚したが、彼女の浮気を理由に離婚。その離婚訴訟の中でフランセスから性的不能者、扱いされたことに激怒し、六人の医師から、自らが不能者ではないことを証明してもらう騒ぎになり、話題となった。 五代暴報渡航ヘンリーは1803年6月4日に、爵位保有者不在になっていた、ボトトーと男社位を継承した。七代暴報渡航ヘンリーは、就職前に、ハリエット・ウィルソンとの恋愛スキャンダルで話題となった。八代暴報渡航ヘンリーは、影芸の狩猟をはじめとして様々なスポーツに精通した。バドミントンの名で知られるスポーツも、彼の代に、 バドミントンで発足したものである。9代防報徒公ヘンリーは、暴報徒公爵領に鉄道を通過させたがっていた、鉄道会社との交渉によって1903年に、事実上公爵化専用となる、バドミントン駅を作らせた。10代防報徒公ヘンリーは、家芸の狩猟に力を入れ、ラトランド公爵化のビーバーハントと並ぶ、バドミントンハントの主催者として著名となった。 20世紀の税金構成で、貴族は所有地を半減させた絵が多いが、暴法と公爵家は、彼が財産を巧みに運用したおかげで5万2000ーカーの土地を手放さずに済んだばかりか、1000ーカーの土地を増加させている。第二次世界大戦中には、メアリー王大号が、親族の暴法と公爵家のバドミントンハウスに疎開してきた。彼女は同屋敷で、 女主人も同然に過ごし、屋敷のツタを無断で切り取らせるなど好き勝手なことをして、公爵の頭痛の種となった。十代皇は子供に恵まれず、八代公爵の次男の子孫にあたるデイビッド・サマセットが十一代公爵位を継承した。なお、ボトトート男爵とハーバート男爵は十一代皇には受け継がれておらず、ボトトート男爵位は十代皇の子と共に、 その島遺下で優劣がつかず保有者不在となっている。一方、ハーバート男爵位も同様であったが、2002年にデイビッド・ジョン・サイ・フレッドイコール・ハーバートが第19代ハーバート男爵を承継することが確定した。2018年の11代校の死後、その長男のヘンリー・サマセットが12代校を継承した。彼が現在の当主である。 現在の当主である十二代暴法男、ヘンリー・サマセットは、以下の尺位を保有している。ウスター公爵ヘンリー・ロバート・フィッツロイ・サマセット元、当主の長男アレグザンダー・ローン・サマセット狂言、当主の次男エドワード・サマセット教元、当主の、弟・ジョン・サマセット教元、当主の弟ジョンサマセット教元、当主の弟ライル・サマセット上記の息子これ以降は五代以降からの分流が、継承資格者ウスター伯爵、公爵、 暴法と降爵様せットありがとうございます。